まであまり時間がない。シーリー、
持ちこたえられるか。私が何者であったとしても、たとえ空っぽの器でしかないとしても、この心の中に埋め尽くされたあなたとの大切な思い出が消えることはありません。私はいつでもそばにいます。あなたが私の心の中にいるように。ですから
体からブワーって力が抜けていって、でっかくて強かった体が一気に小さくなっちゃったからさ、今はジャックに弟子入りして体を鍛えてるんだ。最近はミアともあんまり会えないけど、離れてたって。体から今は最近はミア、きっとそれはお互いをちょっと寂しいけど、僕は体から今はジャックに弟子入りし、最近はミアともあんまり会えないけど、離れてたっていつも近く、きっとちょっと。イオからもらった琥珀色の血類は大事にしてる。あれはイオの思いのかけらであり、チカレンさんたちが言うには、全ての侵害を引き受けたイオによってもたらされた血類の大樹と同じ成分で、若干だけど侵害の力に干渉する力があるみたいなんだよね。イオからもあれはイオのカレンさんたちが言うには、全ての侵害を引き受けた若干だけど。まだまだ人類生存権の脅威となるロストは多い。シルバーを中心にようやく俺も本腰入れて新おっと、臨時総督府は皆様の、今日は八雲に一緒に臨時総督府で働かないかって誘いに来たんだけど、見事に振られちゃったよ。すまねえが、お前にやりたいことがあるように俺もやりたいことがあるからよってね。まったく相変わらずなんだから。食いぶち目当てで戦っているうちに、気がついたらいつの間にかどっぷり所属すること。今日は八雲に一緒に臨時、すまねえが、まったく食いぶち、いつの、最近はここらもだいぶ落ち着きよ。まったくお前らも欲張りだぜ。まあ俺、この吐き溜めみたいな場所も少しはマシな吐き溜めになってきたかもしれない。そのせいで人の足も。とりあえずあんたは悩まずに好きなことをやんな。血類の大樹だが、何かあれば俺の全監視者という使命はなくなったが、俺にはこの世界を維持し続ける義務がある。外の世界にこれ以上の地獄を吐き出さないためにも。侵害の力はイオの願いによって、侵害の力はイオの願いにより血類の大樹として定着し、クイーンとして復活する気配もない。どれほどの思いがそれを成したのか。私たちは侵害の力をなくし、ただのレブナントに戻ったけど、使命はこの胸に変わらずに存在しているわ。この命続く限り、私はあの力の行く末を見守り続ける。ジャックと共に。あれからいろいろと大崩壊時の資料を漁ってみたんだけど、最新の現代兵器が一切効かない。なぜレブナントという存在を生み出さざるを得なかったのか、その事情の一端が理解できたわ。あんな化け物が未だに外の世界には闊歩していて、そのために苦しんでいる人たちがいるのね。あれからいろいろと大崩壊時、最新の現代兵器が一切、なぜレブナントあんな、
侵害の暴走を止め、イオが血類の体重へと返じてから数年、姉さんたちとの研究により血類の安定供給の目処が立った。それからずっと考えていた。レヴナントとして何ができるか、そして外の世界や化け物について。赤い霧が消えた時に傍受していた外界の無線、その解析結果は人々の助けを求める声で溢れていた。俺たちはレヴナント、人類の天敵だ。外の世界にさらなる苦難が待ち受けているのは想像に難くない。だが俺は諦めたくはないんだ。今後はカレンと二人でレヴナントたちの飢えを抑制する研究を始めようかと思っているの。すぐ結果は出ないかもしれないけど、きっとこの霧の牢獄内を住みやすい状態にしてみせる。ルイも参加してくれればいいんだけどね。ようやく血類の安定供給の体制が整ったわ。これも全てイオのおかげね。彼女が全ての侵害を引き受けてくれた日、気がつくと私は元の姿に戻っていた。侵害の力を引き継いだイオは今も血類を生み出し、さらには赤い霧さえも維持してくれている。だから彼女が守るこの世界を少しでも当たり前の生活ができる場所にしたい、そう思ってるの。あれからいろいろと大砲最新、なぜあんな、あれ最新の現代兵器が一切、なぜレヴナントあんな化け物が。
やつまで食い侵害のボそれか赤俺たちだが今後はすぐ結ルイもようやく結彼女が全て侵害だからそう思ってるの体からぶわで、出ていくのか？外の世界へ。まあやっぱそうなるよな。一人で行こうとしたところは感心しないが。一言声をかけてくれたっていいのに。仲間でしょ私たち。前に進むことしか知らないんだから背中を支えるサポート役が必要でしょ。外の世界で俺たちレヴナントが歓迎されることはないのかもしれない。忘れてはいけないんだ。俺たちは何のために生み出されたのか。
レスの意志を継ぐ。お前がイオの意志を継いだように。行こう。The might on their own.